さっきの話の続きだけどさ。さっきの話？何の話ですか？平行世界の話。鋼さんや小耳ちゃんの世界には信長さんはいないの？さあ、織田信長という人はいるのかもしれないけれど、有名人ではないわね。私の世界では人は持って生まれた才能にふさわしい生き方をするの。もしかしたら私の世界の信長さんは武将よりも向いている才能を持っていて、そっちで活躍してるのかもね。信長様が武将以外のことをしている姿が想像できません。小耳ちゃんの世界は？わらわの世界の織田信長か？知らんな。そもそも戦に明け暮れているこの世界がおかしいのだ。天の意志は常に正しく、必要なものは全て地にある。祭りごとのために人を殺すなど愚か者のすることだ。とはいえ、この世界にはこの世界の断りがあるのだろう。わらわが口出ししようとは思わん。というかどうでもいい。はぁ、小耳ちゃん難しいこと言うな。それはそれとして、あの信長というおっさんの人を人とも思わぬような態度は気に食わんがな。それは小耳さんが信長様のことをよく知らないだけです。よく知るほど長く付き合おうとも思わん。お主、よく胃がすり減ってなくならないな。信長様のこともっとお話ししますから。その話後で聞かせてちょうだい。今は目の前のことに目を向けましょう。わかりました。後で信長様のお話させてくださいね。門までもう少しですね。早く行って門番を倒してしまいましょう。どうしたのイオちゃん。早く魔王の祭壇にたどり着きたいのは確かだけど、それにしたってそんなに急がなくても。だってここを通り抜けたら信長様のお話をできるんです。そう思ったら私嬉しくって。そういうことね。あ、ごめんなさい。崇高な使命の最中なのに不謹慎でした。お詫びに門番に突撃して爆散してきます。やめて、爆散しないでいいから。でも好きなことや好きな人の話を人にするのって楽しいもんね。わかるなねえ小耳ちゃん。うむ、こういう時でなければこれまでのわらわの活躍をいくらでも聞かせてやるのだが。なるほどね。小耳ちゃんは小耳ちゃんのことが大好きなのね。確かにわらわはわらわのことが好きだが、それのどこが悪いというのだ。悪いなんて言ってないわ。自分に自信があるのは素敵なことよ。ならばなぜ笑っておる。だって小耳ちゃんがすっごく可愛いんだもの。うんうん、小耳ちゃんは可愛い。な、紬、お主までなんだ。わらわは可愛いのではない、偉いのだ。そして強くてかっこいい。それも知ってるわ。全部小耳ちゃんの言う通りだと思うな。ぐぐぐ、なんだか知らないが言い勝った気がせん。いいよ、行くぞ。さっさと門番を倒してお主の話を聞いてやる。わかりました。では参りましょう。
ろしくね。心して参りましょう。落ちれば地獄へ真っ逆さまだぞ。落っこちないでね。それ。敵が出現したわよ。するわね。あいつの動きをよく見て。ドン
耳ちゃん、任せたよ。それイオちゃん、ザレ。それイオイちゃん、それとヤガンとヤガン、それそれそれヤガン、どうだ。それそれそれとヤガン、それそれとヤガン、もう少しで倒せそうよ。雷剣シャイト、ヤガン、それと、ヤ、それと、ヤガン、それと、ヤガン、それそれと、ヤガン、それコミミちゃん、ハック、それと、ヤ、それそれと、ヤガン、それコミミちゃん、任せたよ。それ鋼さん、それと、ヤガンと、ヤガン、それここだ。へい、ヤと、ヤガン、どうだ。見かけだけだったみたいね。くらい、わらわにとっては朝飯前なのだ。